ライブだったね。盛り上げてくれたのがね、嬉しかった。っていうのも、そのバークさんが、結構その花火とかを投げるタイミングが、結構ファンの方がね、最近すごいすごいんですよ、つってて。ここみたいなところで花火あげたりするんですよ、って言ってて。あ、そうなんですね、って言って。まあでも、ゆきみんさん多分バーク、そんな慣れてないし、その、ラリーもさ、ギフトの投げ方とかも知らんし、なんだろう。ちょっと多分、いやまあ、普通に難易度高いなと思ってたから、でもさ、もうずっと花火が、ずっと花火も上がってたし、このフラスタもそうだし、そう、なんかみんながすごいなんかね、その、調べてくれたりとかして、ライブをね、すごい盛り上げてくれて、めっちゃ本当に嬉しかった。ありがとう。ずっとなんか大好きのくす玉とさ、花火が、上がってたもんね、花束もだし、そう。ありがとう。もう本当に、本当にありがとう。前回で吉住、前回、そうなんだ、浮気したの？浮気じゃない、浮気じゃない、浮気じゃない。まあね、まあいいの、いいの。全然それはいいの。うん、うん。うん、いいの、いいの。いいんだ、いいの、いいの。いいの、いいの。いいの、みんなね、もうなんとも、なんとも思ってないのは嘘だけど、なんとも思ってないから。ナミはもう今日心めっちゃ広いから。ダラダンダンダラダンダンダラダンダンダラダンダラダンダンダラダンダン痛っ。